動は最後までご覧いただきありがとうございます。今後もドラムに関するためになる情報を発信していきますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。また今回演奏した曲を含めピアスコアというサイトで楽譜の販売をしております。こちらの方は毎日更新しておりますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。